みんな名前つけすぎ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんだこれは、もうあれかな、船着き場に行けばいいってことか。なるほど、空っぽ島に帰ろう。はい、着いたー。やったぞやったぞ。オイラたち4人はどこまでも一緒だぞ。みんなで空っぽ島を開拓するぞ。さあ帰ろう。うほー、アイラさん、またたくさんの人を連れてきたでやすな。なんだかこの島でもいろいろな出会いがあったみたいでやすね。これ以上近づけんのか。この方々が新しい仲間なんでやしょ。さあさあ、皆さんで空っぽ島に帰るとしやしょうか。めっちゃ増えたね、人。アイラさーん。ちょっと待ってください。水臭いわね。お見送りくらいさせてちょうだい。別にそんな永遠の別れじゃないけん。めっちゃ勢揃いや、荒くれ。アイラさん、この島にゴールドラッシュを取り戻してくれて本当にありがとうございました。ハーゴン教団の魔物もバッチリやっつけてくれて、これからこの島ますます栄えるわ。魔物をやっつけたことを魔物が喜んでいいものなんだろうか。それにしても、ペロさんという宝石を奪っていくとは、僕はそれだけが納得いきません。残念だったらセルジー、ペラは俺たちに任せておけ。さあ、アイナさん、行きましょう、あなたの空っぽ島に。私たちとオッカマルの鉱石が新しいものづくりをもたらすことでしょう。それでは、アイナさん、ペロさん、そしてその他の取り巻きの皆さん、どうか、どうかお元気で。その他の取り巻きの皆さん、つら。さあさあ、船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。さあ、乗りますかね。何、私より先に乗ってんだ、みんな。はい、出発。みんなめっちゃ喜んでない？お別れを喜びすぎじゃない？かくして、オッカムルでの冒険は終わりを告げた。アイラとシドウは新たな仲間と共に、ルルたちの待つ空っぽ島へと帰っていった。島の住人を増やそうをクリアやね、これで。なんか荒れてない、こんなんやったっけ。めっちゃ荒れとるやん。保管用の袋の持ち物を受け取った。アイナ、指導。あ、来た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 。みんなやってきたよ。懐かしいな、なんか。お帰りなさい。待ちくたびれたわ。うおー、アイナ。いい島にいい仲間たちっぽいじゃねえか。早くみんなで物を作ろうぜ。この人たちがルル王国で一緒に物を作る新しい仲間なのね。なんだか汗臭いけど。はーい。あなたがルルね。私はペロ。みんなでオッカムルっていう島から来たの。私たちも今日からここに住ませてね。歓迎するわ。ルルたちとみんなで一緒に島を開拓していきましょう。お、ちょっとライバル的な感じになるかと思ったけど、大歓迎なんやね。で、ルル、白爺のやつにおかしなことされなかったか？それが白爺ったらね。アイナのものづくりを見て記憶が少し戻ったって、最近はいつも以上にハッスルしてるわ。え？うふふふ、お帰りなさい、ビルダーさん。シドウは何？ルルが好きなの？そういうことではないの。おい、なんだあいつらは。何？仲間？違うよね。こいつらハーゴン教団の連中じゃないか。一体どうなってるんだ？うふふ、はじめまして。私はウゾーンと言います。私たちは教団の宣教師でして、偶然ここを見つけて寄らせてもらいました。まあお気遣いなきように。ルルはハーゴン教団のやつなんて島に置けないって言ったんだけど、ドルトンがどうしてもって言うから。え、何、仲間？マジで？そういうこと？この方もマギール殿のようにものづくりに興味があるようでな。追い返すのも忍びないと思ったのだ。絶対途中でなんか寝返るパターンじゃないんこれ。アイナさん、ペロさん、私たちも皆さんのものづくりを手伝わせてほしいんですが、私たちがしゃり出るのも良くないと思うので、助けが必要になったら呼んでください。そうだな。その時はぜひ我が輩を呼んでくれ。なんとしても、どうしても我が輩をな。僕も僕も、きっといつか超水の僕の華麗なおねりが必要になるよ。ではアイナさん、噂の白じいさんのところへ行きましょう。一言ご挨拶しなくては。みんな真面目だな。なんかさっきこの辺倒れとった気がしたんやけど、気のせいか。お、あれはココアじゃないのか？久々の。懐かしの。アイラさん、みんなこの島で物を作りたくてうずうずしているようですよ。うおーし、オイラ早く物作りしたいぞ。いつでも筋肉は準備してあるんだぞ。てか超雨だな。
うおー、いい島だな。早くみんなで物を作ろうぜ。そんなに作りたいの、何か。ふふ、ここはあなたらしい島ね。おばさん一人見てここが気に入ったわ。まだ気に入る要素はどこにもないと思います。ここがあなたの島なのね。ここで物作りができるなんてすごく楽しみだわ。なんでみんなそんな希望に満ち溢れてんの？ミミー、アユナ、新しい仲間が増えて、この島もますます賑やかになってきたね。キハハ、たくさん仲間を連れてきたね。なんか面白そうな人たちじゃん。ジバコは気が合いそうな気がするね。うふふ、私たちの助けが必要になったらいつでも言ってね。まあ君はね、料理を作ってくれれば。アユナさん、私たちの助けが必要になったらいつでも助けに行きますから。二人とも待ってたわ。ルル王国を作る仲間たちをたくさん連れてきてくれたわね。もうみんなね、自分の名前をつけちゃって。せっかく帰ってきたのにハーゴン教団の奴がいるじゃないか。一体どうなってるんだ？ねえ、いつの間にそんなことになったんやろ。聞いてないんですけど。いい感じの島じゃないか。ここでまた新たなものづくりができると思うと楽しみだぜ。なんかハーゴン教団側におるしドルトン。助けが必要になったら我が輩を呼んでくれ。なんとしても、どうしても我が輩をな。こいつらは本当に信用して良いのだろうか。絶対寝返る。ビルダーとはどんなものか、我々に見せていただきましょう。試されよりやん。ビルダーよ、決してお主たちの邪魔はせん。本当に？怪しいわ。私は教団の宣教師。偶然ここを見つけて寄らせてもらいました。まあお気遣いなきように。気遣いはしませんけどもね。さあ、じゃあ行くか。これは敵？あ、敵ですね。さっき、この辺にココアがおらんかった。気のせいかな。気のせいではないよね。ちょっと待って、とりあえず、白 G のところに飛びましょう。来たよ、白 G、お久しぶり。あいな、よく戻ったの。この島で共に物を作る仲間を集めて、何ほう、なんじゃなんじゃその娘さんは、なんともはやプリティーでラブリーな。まあありがとう、白じいさんたらお嬢、そっち、そっちじゃないやろ。白じいさん、私たちも今日からここでお世話になるわ。どうかよろしくね。あ、なるほど、今まではペロをひいきに、じゃなかった、ルルをひいきにしとったけど、ここからペロに移るわけない。フォフォフォ、いいのいいの、元気があってよく来てくれた、歓迎するぞい。誰もおばさんには突っ込まないの。さて、お主たち、これからここで暮らしていくのじゃ。まずは住む場所を確保してはどうかの。住む場所なんかすぐじゃなくていいわ。私この島を見たらなんだかすぐに物を作りたくなっちゃった。あいな、私石になっていたからゴルドン酒場を一緒に作れなかったでしょ。だから私とにかくおっきな建物を作ってみたいわ。いろんな人が見に来てくれるような。それいい考えね。ルル、そろそろこのルル王国に観光名所が欲しいって思ったのよ。観光名所？フォフォフォ。そういうことならいい場所があるぞい。その名も赤の開拓地じゃ。あいなよ、島の東に二つ目の石板がある。まずはみんなでそこに行ってみるのじゃ。前回緑やったよね。今回赤？開拓するのじゃ。じゃあ行きましょうか。なんか、ワープで近づけたりとかする？目的地ここか。全然近づけんやん。このまんま行くしかないということかな。まあ行きますか。こっからまっすぐ飛んでったら着く。はい、間違えた。みんな続いてくる。あ、ここや、石板の場所。なんか無駄にキャベツを食べてしまったんだけど。お、ここここ。あ、よいしょ、これですね。アイナも赤の石板を調べた。フォフォフォ。それは以前の石板と同じく、かつてのビルダーが残したものづくりの意思。この島を開拓し、ものづくりで満たすために何を作るべきか、お主ならひらめくのではないか。なんだ？そうね、ペロは大きな建物を作りたいって言うし、ルルは観光地にできそうな景色を作りたいわ。アイナならルルたちのお願いを両方叶えられるもの、ひらめくわよね。ああ、もうなんか、何？なんと、水を叩いて砂の大地に立つ巨大な建造物が浮かんだ。え？どういう？何あれ？ピラミッド？
マジで？ピラミッドとオアシス、ピラミッドにオアシスですか。これはオッカムル出身の我々にはぴったりの建造物ですね。確かに合いそうやけど、なかなか凄そうだな。これは俺の指導帝国にふさわしいぜ。この石板のあたりを俺たちオッカムルの民の町にしよう。ここに一から町を作っていくんだ。あ、それぞれの民の町をこの空っぽ島に作っていくっていう感じ？それにしてもあなたたち、島についてすぐに物を作り始めるなんて、物作りに飢えすぎじゃない？それはそうよ。私たちアイヌちゃんに物作りに虜にさせられたんだもの。そうだぞ、アイナ。オイルたち、この島で使えるように、オッカムルから素材を持ってきたんだぞ。おー、マジで？助かるー。あそこにまたなんか作業台が。俺たちが腕によりをかけて選んできたんだ。収納箱の中のもの、遠慮せずに使えよな。ありがとう。素材まで持ってくるなんて、本当にすごいやる気ね。よーし、スルーに負けていられないわ。みんなでピラミッドとオアシスを作っていきましょう。おー。開拓スタート。開拓レシピ、こだわり島の住人を増やそう、達成。さあ、次は？フォッフォッフォッ。開拓レシピを達成したようじゃな。よくやったの、アイナ。フォー、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。あ、来たー、頭から。小さなメダルを手に入れた。開拓レシピを5個達成したようじゃな。お祝いにリフォームコテをプレゼントしよう。これはものすごいビルダー道具じゃぞ。リフォームコテ。何これ。ビルダー道具ゲット。地面や壁を楽々リフォーム。手持ちのブロックを選び、地面や壁に向けてコテを使えば、そこが選んだブロックに置き換わるのじゃ。これで物作りの幅が広がったの。引き続き、他の開拓レシピも進めていけばよい。開拓レシピはあと5個達成したら、リフォームコテを強化してやるぞい。強化とかできるんや。では、さらばじゃ。ビルダー道具5、コテ。壁や床を別のブロックに塗り替える。マジで？それは手持ちのやつに塗り替えれるってこと？持ってなくても塗り替えれるわけじゃないよね、多分。ZR。で、十字キーで選んだブロックに塗り替え。へー。やっぱ手持ちから選ぶってことかな？あ、待って、なんかルルが用があるっぽい。なんでしょう。ルル、島の調査を進めておいたの。ピラミッドとオアシスを作るならぴったりの場所があるわ。こんな場所まで来たん？では、ルルに従い、赤の開拓地でのものづくりを進めるのじゃ。石板に触れたお主なら、いつでもこの地にワープできるぞい。移動したければ、どんどんワープじゃ。わしはピラミッドとオアシスの完成を待っておる。出来上がったら神殿まで来るのじゃぞ。ってか、あれは？あれ。設計図は？あいな、ペロ、みんな、ピラミッドを作れそうな場所はあっちよ。どれ？おお、確かにあそこなら広そうだ。大ミルズピラミッドが作れそうだな。ミルズまでなんか、名前付け出したんですけど。よーし、みんな、超マシマピラミッドを作りにあの場所まで行くんだぞ。みんな名前付けすぎ。本当にすごいやる気ね。アイラとシドはルルについてくるのよ。オッケー。早く行くわよ。出発してよ、早く。なんかアップしてる。なになに？アップしてるんじゃなくて今からアップするのか。あ、なるほどね。作業台グレードアップ。オッカムルで学んだレシピが作れるようになった。お、よきよき。ありがとう。褒めてもらったわ。さあ、どこどこどこ。ん？みんな集まっとるな。そのあたりってことですか？どう？ここでなら大きなピラミッドを作っていけそうでしょ？ルル、どうもありがとう。あなたもこれから一緒にピラミッドを作ってね。もちろんよ。ルルは自分の国を自分で作るビルダー系の王子様だもん。シド、今回はその辺うろうろするのはやめてよね。あなたの力だって必要なんだから。わかったぜ。物を壊すときや敵を倒すときは呼びよな。シドもルル王国完成のために腰が砕けるまで働いてちょうだいね。ま、作るのはシド帝国だがな。相変わらずやな。はあ、あれは、ああ、やってきとる。私たちはここでビルダーさんのものづくりを見学させていただくことにしましょう。一人見えてないよ。決してお邪魔はしませんし、建物を破壊することもいたしません。どうぞごゆっくり。
確実になんか連絡するやろ、上に。あいつらが少しでも妙なことしたら、俺がぶっ倒してやる。お前たちは安心してピラミッドを作れよな。了解。あいな、早速ピラミッドを作っていくわよ。それじゃあまずはピラミッドの設計図を書いてもらえる？あ、今から書くんや。了解了解。ドドーンと大きいのお願いね。もちろん私たちも一緒に建築するわ。というか、私はむしろ建築しませんから。みんなに任せます。うわ、でっかーやばーこれ作るみんな。え、やばすぎ。ピラミッド設計図1を描いた。あ、何段階かに分かれるわけね、また。おー、すごい才能。ピラミッドの設計図が描けたんだな。それにしても、思っていた以上の大きさだわ。素敵なピラミッドができそうね。だけどこれ、まだ一つ目の設計図だろ？得意の設計図3つに分ける作戦だな。これでまだ一つ目の設計図なんて、とっても作りがいがありそうね。でもどうするの？こんな大きな建物を作るには素材がたくさん必要よ。お嬢ちゃん、それなら心配ない。実はこんなこともあろうかと、とっておきの建材も持ってきておいた。私たちがお持ちした素材は収納箱に入れてここに置いておきます。おお、二つ分。坑道にあった地下神殿からこっそり借りてきた建材よ。ピラミッド作りに行かせるわ。さあ、準備はできました。みんなでピラミッドを作っていきましょう。あ、じゃあ材料は全部足りとるってこと？アイナさんも手伝っていただいていいですが、私たちだけでも完成させてみせますよ。おー、それを待ちます、私は、じゃあ。あの石板には、ピラミッドだけじゃなく、オアシスについても刻まれていたわよね。だけど、ここは砂だらけだし、オアシスって言っても。フォフォフォ、お困りですかな、娘さん。ん？作れるものがあるなら仲間を呼べばよい。モンゾーラの仲間たちをの。ピラミッドも仲間が多ければ、より早く、より楽しく作れるはずだぞい。フォッフォッフォッ。あゆな、お主に10人名簿の作り方を教えよう。10人名簿は作業台の生活家具のカテゴリーにあろう。早速作って地面でも置いてみるがよい。ふんふん。10人名簿か。なんだかすごそうじゃない。あゆな、お願いね。10人名簿。お、新たなレシピをひらめいた。10人名簿。島の住人が登録されている名簿。住人の引っ越しなどの管理ができる。引っ越し？お前たち、本当に敵じゃないのか。大丈夫なのか。この辺なんか、オアシスにできるっぽくない？なんかこういう感じじゃない？オアシス。そこに水を流し込めばやけどね。あ、こっちやった。ちょ、待って。はい、ここで、生活カテゴリーがどれかちょっとよくわからんねえけど、飾り家具やね、これは。これか？作業台。消費アイテム。え？どれ？これ？どれやねーん。え、なくない？これ？え、違う。これ？あ、生活家具、ここや。あ、これね。はい、住人名簿。作ったよ。作って、あ、もうやってくれよる。どこに置けばいいん？適当に置けばいいんかな。まあ、とりあえず適当に置くか。住人名簿。あれ、どこ行った？え、消えた。え、住人名簿どこ行った？おーい。え？え、住人名簿消えた？え、どこ行った、どこ行った、どこ行った、なくなったんやけど。え？え？え？待って。整頓ボタンを私押したんやけど、どれや。あ、あったー。もうやめてよー。ふぅ。どこに置けばいいかが全くわからん。まあ、適当に置くよ。ど真ん中、はーい。あいな。はい。住人名簿を作れたのね。これで一体何ができるの？フォッフォッフォッ。その住人名簿があれば、他の開拓地の仲間を呼び出し、好きな場所にお引越しさせることができる。お引越しかわいいね。ま、詳しい説明は後にしよう。まずは、モンゾーラの仲間を何人かここに呼んでみるがよい。そうね。
オアシス作りには土がいるわ。仲間の中に土を扱える人はいる？あとはやたら呼んで欲しがっていてヒゲのおじさんとメガネが可愛いあの子を呼んでみて。ミミズ、ドルトン、チャコじゃな。では住人メンバー3人を呼ぶがよい。召喚できるってことかな。空っぽ島の住人名簿。住人名簿を使うと空っぽ島の住人を引っ越しさせたり仲間を変え、名前を変えたりで、名前を変えることができる。え、勝手に？じゃあチャコ。あ、なるほど。緑の開拓地から赤の開拓地20人まで呼べるんやね。引っ越す。はい。これで OK ですか？おお、来た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 。よくぞ我が輩を呼んでくれた。ビルダーの大先輩たる我が輩が力になろう。ペロさん、呼んでいただいて嬉しいです。ご一緒できる日を楽しみにしてました。あら。お。チャコ、それにミミズにドルトンも来てくれたのね。ミミーン、ここにオアシスを作るんでしょ？それなら僕に任せて。いつ話を聞いたんだ。ドアッハッハ。我が輩とチャコはビルダーの先輩としてピラミッド作りを手伝うぞ。もしもポンペさんやジボクさん、ブリズさんも呼んであげたらきっとすぐに来てくれますよ。ありがとうチャコ。これから一緒にアイルの島を盛り上げていきましょうね。もちろんです。私たちもこの島の仲間ですから、一緒にたくさんものを作りましょう。アイナってぼんやりしてるし、抜けてるところがあるから、ルイたちで面倒見てあげましょうね。だそうだぜアイナ、お前もなかなか大変だな。あ、そうそうアイナさん、アイナさんが前に素材島から連れてきてくれたニワトリさん、たくさん卵を産んだんです。おお、マジで、あ、ありがたい卵。よかったら料理して食べてみてくださいね。アイナ、素敵な仲間を呼んでくれてありがとう。これで一緒に物を作れるわ。フォフォフォ。異なる場所で出会った仲間たちを同じ場所で寝起きさせ、共に物を作る。これぞ世界中にビルダーたちが長年夢見てきたこと、とわしは聞いておる。アイナよ、住人名簿をうまく使って仲間たちと島を開拓していってくれ。とりあえず呼べるだけ呼んで、ね、完成までやってもらえばいいんじゃないかな。それじゃあアイナ、私たちはピラミッド作りを進めるわ。あなたはミミズンとオアシス作りをお願い。もし手が空いたらみんなにピラミッド作りを手伝うか、休める場所を作ってくれると嬉しいわ。ふんふんふん。お、ポストの手紙が届いた。オアシスか。オアシスってことは水場と緑が欲しいところよね。アイナ、この辺りにいくつか干上がった池があるの。ヤシの木がそばに生えてるのが目印よ。あのうさんくさいハーゴン教団の宣教師のちょうど後ろあたりね。あ、私が言うたとこやないん。あ、いやね、やっぱり。まずはその干上がった池にアイラの乾きの壺で水を入れるの。そうすれば水場ができるでしょ。ミミーン、その水場の周りを僕が緑にすればオアシスになるね。いつものあれは僕が用意しておいたよ。さあ、これ使って。お、草原団子を助かります。土と砂は成分が違うから、生えてくる花や草も土とは違うよ。餌が足りなかったら自分で作ってね。さあ、まずは水場を作って周りに草原団子を置いて、水場の隣に緑ができればオアシスの完成だ。もしオアシスの作り方を詳しく確認したくなったら、もう一度僕に声をかけてね。じゃあとりあえずみんな呼ぼう。みんな呼んでしまおう。で、ちょっとね、手伝ってもらわなければ。まあ、動物たちは向こうに置いておいていいとして。あ、もうじゃあこれで全部か。なるほど。オッケー。さあ、呼んだから、みんな作業を頑張ってくれ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかさ、ピラミッド大きさがやばすぎて気が遠くなりそうやけど、これどれぐらいで完成するんかな。